動かす、消えた。はぁ、とうとう消えた。ほんまに消えた。なんやろこの寂しい気持ち。あんだけ消えてほしいと思ってたのに、いざ消えてしまうと。なんやこの気持ち。はみんなどこ行った、みんなどこ行った。いた。あ、書き込んでくれてる。謝罪動画にまだ書き込んでくれてる。祝祝50万バッド、歴史的瞬間に立ち会えて光栄です。ああそっか、よかったな。俺も幸せや。歴史的瞬間な。まあいずれにせよ複雑やけどありがとう。50万バッドおめでとうございます。木下が我が子のように嬉しいです。そんなに。息子は50万バッド行きましたよ。ありがとう。そっか、そんなに。うおー、50万やんけー。そうやで、興奮すな。なあ、うおー、いうことか。ありがとう。そっかそっか、嬉しい。そっか。この度は皆さん、木下50万バッドプロジェクトにご協力いただきありがとうございました。どの立ち位置で感謝述べてんねん。なんや木下50万バッドプロジェクトって。そう、立ち上げてないけどな。嬉しいんやな。50万人の方々本当にありがとう。だからそれ運営側のコメントやて。こっちサイドの感謝の気持ちや。それはこのバッドがなくなるなんて、俺たちと木下さんで作り上げた感動がありがとうございました。泣いとるんか。なくなりはせんよ。あのこっち側からは見えとるしな。まだ50万ですよ。51万にはまだなってないし、 そんな熱くなることちゃうからな。とうとう50万が消えてしまった。でも50万をみんなで団結して押して達成できたこと、よかったと思う。リーダーなの。リーダーの発言やそれ。軍隊とかの、勝手にそのリーダーとか決めてんの。俺の知らんとこで。まあ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 、喜んでもらえて嬉しいんやけどな。ついに見れなくなってしまったあの低評価が、一人一人が50万バッドに協力して、その結果せっかく50万バッドに達成したのに、みんなバッド数見れなくなってもこの動画のバッド数を忘れないでくれ。俺か、それこれ俺のセリフやで。君は誰。いや代弁がすごいな。君は誰。何、低評価が見れなくなっとる。もう散々言うてたやろ。ネットニュース見ろよ。びっくりしてんの今頃。ついに消えた、寂しい。回ってきたか。嫌やったよな。俺も消えんのちょっと寂しかったからな。わかるよその気持ち。まだまだ行くぞ。一旦休もう。行け行けやな。そのグワーなってるやん。一旦50だったから一旦落ち着こう。すごい勢いやな。低評価50万で青の盾とか作った方がいいでしょ。いらんて。そんな50万バッドで青の盾、気持ち悪い色。金銀じゃなくて青。いらん。口に出せば叶うってこういうことなのか。いや、こんなんで感心したらあかん。有言実行とか言霊とかで一番底辺の例やから。この人何したん。ああ、知らん人いたか。ごめん、なんか調子乗ってた。みんな知ってるもんや思って喋ってた。申し訳ない。あ、いいいい、調べんでいい。96歳になる祖母にバッド押してもらおうと思ったらすでに押してありました。おじいちゃんありがとう。おじいちゃんバッド押してた。96のおじいちゃんバッド押してくれてたんですか。すいません、本気のバッドやったでしょうね。もうその前に押してたってやつやから。一芸人 TKO 木下は50万バッドという数字無事に達成することができました。おじいちゃんありがとう。自分はパワハラを過去に受けてうつ病になり今も苦しんでいます。体調不良になるときいつもパワハラをした元上司を恨んでいましたが、木下さんに本当に反省している姿を見たことで元上司を許せる気持ちになりました。木下さんはこれまでたくさんの笑いを届けてくださいましたし、私たちの大好きな芸人であることはこれからも変わりません。これからもお体を大切に、私たちに笑いを届けてください。そしていつまでも私たちが大好きな木下さんでいてほしいです。木下さんには感謝の気持ちしかありません。いつも視聴者を大切にしてくださりありがとうございます。はい、こういう素敵なコメントありがとうございます。とても嬉しい、励みになります。 YouTube やっててよかったなと思えるコメントでございます。スクショさせていただきます。お体ご自愛ください。よっしゃよっしゃ、これで終わったな。長かったな。コメント欄が荒らされたもんな。50万達成してようやくあの謝罪動画も落ち着いたコメント欄になるということや。
皆さんのおかげで50万バット達成することができました。組合の結果ですが、ちゃんとこの重たい十字架を背負って生きていきます。なので今後はもう謝罪動画に変なコメントがガンといてやー